はい、皆さん、こんにちは。し村武たでございます。今回は、腰痛症による痛みとか、あとは変形性関節炎による痛みにもいられる、ノイドトロピン状とサインバルタカプセルについて確認していきましょう。それぞれ、どうやって痛みに対して効果あるんですかどういった場合に用いることができるんですかどんな違いがあるんですかってことを確認していくというのは、今回の内容ということになります。 じゃ、まず、ノイロトロピン状なんですが、中身が、ワクシニアウイルス、摂取化と炎症皮膚抽出液、含有製剤となっていて、すごく名称が長くなっております。で、これ見ても、どういったものかってイメージできないと思いますんで、後ほどどういったものなのかってことを一緒に確認していきましょう。じゃあ、サインバルタどうかというと、サインバルタは、ディロキセチンとなっているということです。 じゃあ、ノイロトロピンの有効成分すごい長い名称ということなんで、分かりにくいということから、ちょっと付け加えていきますね。まず、ワクシニアウイルスをって言いましょう。で、摂取したと入れてもらって、で、ットのですね。ットの。炎症皮膚から抽出したものって感じで、をしたのって入れてもらうと分かりやすいと思います。うさぎにワクシニアウイルスを摂取させて、 そこで炎症が起こる。その炎症から抽出したものを精態化したものっていうのがノイロトロピンとなっているということで、有効成分かなり変わっているということになります。じゃあ、効能効果見ていきますが、ノイロトロピンは、体重方針後の神経痛、腰痛症、経験腕症候群、関節周囲炎とか変形性関節症に用いられるとなっていると。じゃあ、それに対してサインバルがどうかというと、うつ病うつ状態に用いるってことと、 下器の疾患に伴う疼痛に用いますよということで、糖尿病性神経障害とか繊維筋痛症、それに加えて慢性腰痛症とか変形性関節症に伴う痛みに用いるよということで、どっちも変形性関節炎、あとは腰痛症に用いることあるんだなとなっております。 で、それに加えて、神経痛に用いることあるよねってことで、ノイロトロピンは、体調発疹後の神経痛に用いるってなっていますし、あとサインバルタは、糖尿病性神経障害とか、繊維筋痛症に伴う痛みに用いるんだなって感じで、見といてください。じゃあ、続いては、使うことできない場合見ていきますが、ノイロトロピンどうかというと、本座に対し、過敏症の起用歴のある患者となっていて、特段こういった人に使うことできません、みたいな記載はないです。 それに対してサインバルターはどうかというと、高度の肝障害、高度の腎障害のある患者ということで、肝障害とか腎障害が高度な場合は使うことできないと。あとは、うまくコントロールできていない変側偶角緑内障患者に使うことできませんよと。あと、併用禁忌薬がありますね。マオソガイダイ、セレギリン、ラサギリン、サフィナミドなどを使っている場合は使うことできないよねとされているということです。 で、セレギリン、ラサギリン、サフィナビドって載ってますが、これらどういった治療に用いられるかというと、パーキンソン病の治療に用いられるということで、パーキンソン病の患者にサインバルドが出てきた時っていうのは、併用禁忌薬があるかもしれないということで、しっかり併用薬見て、大丈夫かどうかってことを確認して使う必要があるよねということで、 ノイロトロピンっていうのは、特段この人に使うことできないみたいな記載はないんですけど、サインバルタはですね、いろんなですね、使うことできない例がありますんで、肝機能、腎機能を見なきゃいけないし、あと併用薬なんかも確認していかなければいけないよねとされているということです。じゃあ、それぞれどうやって作用をしていくのかってことを、痛みがなんで発生するのかってことと、それに加えて、これらお薬どうやって作用していくのかってことを図を使って確認していってください。それがこれです。 じゃ、まず、痛みなんですが、どうやって発生するかというと、一次ニューロンを介して、異常が伝わってきますよと。で、それが脊髄硬角に伝わる。で、この脊髄硬角で何が起こるかというと、グルタミン酸とかサブスタンス P というですね、物質が放出されて、二次ニューロンに情報が伝わっていく。でも二次ニューロンがわーっと情報を伝えて、支障まで情報を持ってきますよと。 で、死傷から近くに情報を持っていくのが三次ニューロンとなっていて、ここまで情報を送ると、痛ーってなるようにできてるということで、まず、脊髄まで情報を送るよ。そして、脊髄から脳に情報を行きますよ。そして、脳内で情報が伝わって、痛ぇって感じるということになります。で、この痛みがね、伝わる経路って何て言うかというと、上光性通覚伝導路と言っていくということです。では、痛みに関する神経って、上光性通覚伝導路だけなのかというと、そうではなくて、 加工性疼痛抑制系ってものも存在します。これは痛みを発生させるなーって神経となっていて、これが頑張ることによって痛みが緩和すると言われてます。じゃあ、サインバルタノイロトロピンなんですが、どこに働いていくかというと、加工性疼痛抑制系を活性化させるという感じになってますね。じゃあ、この加工性疼痛抑制系なんですが、これを頑張らせる、活性化させるってことなんですけど、何が関わってるかというと、この加工性疼痛抑制系にはセロトニン、 ノルアドレナリン。が関変わっていて、これらの機能を高めることによって、加工性疼痛抑制系の機能が高まり、痛みを発生するなってなるのが、サインバルタ、そしてノイロトロピンの作用ということになります。ちなみにですね、ノイロトロピンはそれに加えて、炎症を起こす物質のブラジキニンですね、これの有利も抑えるというね、そんな報告がありますんで、 ノルアド、セロトニンの機能を高める。それによって加工性糖痛抑制器が活性化するに加えて、ノヨロトロピンはブラジキニンの有料を抑制していくんだよ。それによって炎症を起こしにくくなるとかですね、痛みを緩和すると言われております。ということで、ここまでで、両体がどうやって作用するのか確認することできました。じゃあ続いては、臨床成績見ながら、どういった違いあるのかってことを大まかに確認していきましょう。じゃあまず、サインバルタを、 慢性腰痛症に伴う痛みに使った場合どうなのか見ていきますが、副作用が22.8%で認められましたと。で、主なものとしては、おしん、けいみん、不動性のめまい、そして便秘などがあるとなってて、消化器症状とか精神神経症状が現れやすいよねと見ることができます。で、有効性なんですが、いろんな評価項目あるんですけど、今回ここ見ておきましょう。PGI 改善度です。 患者さんがどれくらい痛みを改善したと感じてるんですかってね、評価項目なんですけど、4週、8週、16週、52週、最終評価時で69.3%からずらーっとなってて、77.4%となってるんですけど、だいたい7割から8割程度となっていて、患者さんは7割、8割痛みが改善したと感じてるんだなーっていうことで見ておいてくれればいいです。じゃあもう一個ですね、サインバルタのデータ見ていきますが、 変形性関節症に伴う痛みに用いた場合どうなのかと見ていきますけども、このようなデータが得られています。副作用が20%程度となっていて、主なものはおしんですね、経眠、そして不動性のめまいで、便秘となっているということで、まあ、同じような、ね、副作用が現れているということになります。で、有効性どうかというと、PGI 改善度見ていきますが、 76.9%ということで、まあ大体の患者さんが痛みが改善したと感じてるんだなーっていうふうに読み取ることができるとなってます。これがサインバルタの臨床成績の一部ということになりますね。じゃあ、それに対してノイロトロピンどうかというと、こんな感じになってます。有効異常どうなんですかってデータが載ってるんだけど、体重方針後の神経痛は40%、腰痛症の場合は56%、 経験は症候群51%、肩感染診療は40%、変形性感染症は51%というね、まあ、こんなデータが載ってます。で、これが比較したデータじゃないんで、どっちの方が効くかっていうふうには言いづらいんだけど、まあ、有効異常とかね、改善率っていうね、まあ、数字を比べると、サインバルタの方がいい数字が出てるのかなって感じになってます。ていうで比較試験じゃないんで、明確にサインバルタいいよとか、ノイロトロピンいいよとは言えないんだけど、まあ、数字比較すると、 サインバルタの方が症状を軽くするのかなって感じを読み取ることができるとなってます。じゃあ副作用の項目見ていきますけど、ノイロトロピンは消化器系の症状ですね。胃分不快感とかおしんとか大きいは現れることあるよねってなってますけど、精神神経系の眠気、めまい、ふらつき、これらはかなり少ないとなってますんで、サインバルタ使って眠気とかめまいある、まあ、困るよねってなった時は、ノイロトロピンを使うのを検討してもいいのかなって感じになっております。 ということで今回はノイロトロピンとサインバルタについて確認していきましたが、それぞれどうやって作用するんですかどんな違いがあるんですかなんてことを確認してもらって、より適切にお薬を使えるようになりましょう。それではまた。